はい、こんにちは、しあすかです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は地球人材として輝く帝王学ということで、経営学講座の第347回をやっていきます。今回は精神性重視への環境変化ということの1回目をやっていきたいと思います。まあ、今までですね、いろんな指導者像というのを見てきました。まあ、最初指導者の特性というのに注目をして、そして指導者の行動というものに注目して、そして状況別の指導者の行動というのを見てきて、でさらに指導者と部下との関係性によって指導力っていうのは変わってくるということですよね。でさらに変革型、何か大きくこうね変えていくことができる指導者っていうのはどういう指導者なのかっていうのも見てきたんですね。で今回からはね、精神性重視ということで、こう指導者のその在り方というものに対しての考えというのはね、2000年代ですよね、まあ、今2017年ですけど、2000年代になって、まあ、大きく変わってきているということですね。一言で言うと奉仕型指導者ですね。奉仕という言葉と指導という言葉はなんかこう矛盾している感じがするんですけど、奉仕っていうとなんかこうね、召使いとかね、給仕係とかなんかそういうイメージだと思うんですよね。こう何か人をこうぐいぐいこう引っ張っていくような言葉ではないですよね、奉仕型っていうのは。でも奉仕型の指導者っていうね、そういう新しい考え方、そして新しい指導者っていうものが、まあ、待望される社会になってきているということですよね。まあ、一番イメージしやすいのは、例えばインドを独立に導いた、ね、ガンディーとかですね、マザー・テレサとか、もしくはアメリカの公民権運動を指導した、ね、マーティン・ルーサー・キングとか、まあ、ああいった人たちのイメージですよね。まあ、そういう、こう奉仕型指導者っていうのをこう待望する風潮に変わっていきましたと。こう非常にこう精神性の高い人に指導者になってほしい、もしくは倫理観の高い人に指導者になってほしいという、まあ、そういう考え方ですね。でなんでその指導者に対してのそのね、期待するイメージっていうのは変わってきてるのかと、なんで精神性を重視するようになってきてるのかっていう、その時代背景っていうのを今回と次回で見ていきたいと思います。で指導者に倫理的な信頼感を求めたいと、ね、指導者には倫理的な価値観の高い人、ね、精神性の高い人に指導者になってほしいと、そういう社会的風潮が強まってきました。なんでか、その理由というのを、まあ、今回は2つ挙げてるんですけど、1つは市場原理主義ですね。まあ、簡単に言ったら経済学の一番最初に戻るような感じです。要するにこう、ね、需要と供給で価格と量が決まりますよねと。これは神の見えざる手が働くので、必ず価格と量というのは、ね、市場に任せておけば自然と一番最適なところに決まっていくと。だから市場に任せましょうという、まあ、そういう市場原理主義ですよね。まあ、新自由主義というのは、まあね、簡単に言ったらもうとにかく人が自由に、ね、自分たちの活動というのをどんどんやっていくと、まあ、公平とか平等というよりは自由の方に非常にこう高い価値観を持ってる考え方、新自由主義ですね。あとはまあ資本主義、まあ、とにかくやっぱお金というものに対しての高い価値を持つ、ね、そういう資本主義、市場原理主義、市場に任せましょう、ね、みんな自由を追求しましょう、そして金融資本主義ですね、要するにお金というものに対しての価値観を高く持つ、まあ、そういう考え方っていうのが広がってきて、限られた指導者だけが全てを経営管理することが不可能になったということですよね。みんなが自由を追求していくと、ね、例えば一人の、ね、経営者トップ、例えばこのピラミッド型、これは指示命令型でもいけるかもしれないんですけど、まあ、そうだけど、ね、どんどん、ね、世界にこう企業が進出していって、いろんなところにこう組織ができるわけですよね。でそうした時に、ね、一回一回この人たちがみんなね、指導者トップに相談しているということであると、もうね全然こう速度が追いつかないわけですよね。もうこの人に全てのね、問題解決っていうのを、ね、お願いしていたら、ね、結局こう世界企業、グローバル企業は経営ができないという、まあ、状態なんですよね。だからそれぞれの人たちが現場現場で結局こうね、意思決定をして
決断して行動して経営していくと。でその時にもうこの人はね、すごくこう何でもかんでもとにかく問題解決をやっていって指示命令していくっていう形じゃなくて、まあ、ある意味ねこの人たちにみんな任せて、もうこの人はむしろ、ね、支援するね、要するにこの人たちが独自で目標達成をしていくんだけど、それをこう支援していくという立場にだん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 このね一番のトップが変わっていったということです。でそうした時にじゃあこの人たちがね、この人からの支援で目標達成していくって言った時に、この人たちはじゃあどういう指導者についていきたいかねって言った時に、この人がやっぱり高い倫理観ね、そして精神性の高さというのを持っててほしいわけです。要するにこの人の人徳によってこの人たちは自分の、ね、持ち場現場現場で目標達成をしていくという感じですよね。だからこの人はすごく高い倫理観を持っている精神性が高い、でこの人に対しての信用信頼があるから、じゃあ私たちは自分たちの与えられた現場現場で目標を達成していきますというそういう考え方に移ってきているということですね。で2つ目は粉飾決算など企業の不祥事っていうのが露見した、まあ、まさに2000年、2001年とか2002年とかね、まあ、まさに2000年代に入ってからになるわけですけど、2001年とか2002年に粉飾決算とか企業の不祥事っていうのがどんどん出てきたと、ね、それによって社会的な不安や腐敗を正すべきだというね、いわゆるこう、ね、道徳的倫理的な価値観っていうのが非常にこう強く出てきて、ね、その機運が高まったということですよね。だからどっちかって言ったらカリスマ型リーダーよりは、ね、奉仕型指導者、ね、この人が何でもかんでもねスーパーマンのように仕事をして指導をしてっていうことではなくて、もうこの人はすごく高い、ね、価値観倫理観っていうのを持ってて、その人徳によってそれぞれの人たちがもう自分たちで頑張っていくという、まあ、そういうね、指導者ですよね、まあ、ある意味こうみんなに任せてくれて、ま、その代わりその人は高い価値観倫理観というのを持っていると、まあ、そういう奉仕型指導者というのを待望する風潮に変わってきたということですよね、まあ、2000年初めと、ねその2001年とか2002年ぐらいの話というのを今やっているということになります。はい、そうした時に今回は1番ですね、市場原理主義や、新自由主義が広がり、限られた指導者だけが全て経営管理することが不可能になった、この辺をちょっともう少し詳しく、ね掘り下げて学んでみたいと思います。まず1番ですね、歴史的な大きな出来事として1991年ソビエト連邦が崩壊しましたと、ね、昔は、ね、冷戦ということでアメリカとソ連、資本主義と社会主義、ね、資本主義は資本主義でも社会主義は社会主義ということで2つの、ね大国が同じ強さを持ってたわけですね。だから全て全世界が資本主義ではなかったわけです、ね、社会主義も、ね、ソ連とか東ヨーロッパとか、ね、大きな影響力を持ってたわけです。だからみんながね別々の価値観っていうのを持ってたわけですよね。みんなが資本主義じゃなかったわけです、ね、社会主義っていう国もあったということですよね。ところが社会主義の一番代表であったソ連っていうのが崩壊しましたということですよね。そうするとどうなるかって言ったらアメリカ一強時代とね、アメリカとソ連でソ連が没落したわけなのでアメリカが一強時代になったわけです。じゃあアメリカが一強時代になったってことはどういうことかって言ったらアメリカの価値観ですね、アメリカが持ってる価値観、ね、市場原理主義ね、やっぱりこうね夢を叶えるアメリカンドリームですよね。で新自由主義ね、やっぱり自由というのをとにかく生きている限り追求していく、ね、そして金融資本主義、まあ、資本というのは、ね、生産物を生み出す原資のことを資本と言ってるわけですけど資本主義、ね、特に金融資本主義、ね、とか株とか証券会社とか、ね、投資とか、まあ、そういったものに関する金融資本主義などが世界中に広がっていったと。アメリカが持っている考え方価値観というのが世界中に広がっていったわけです。でそれでグローバルが地球一体化ということですよね。一つの考え方一つの価値観が世界中に広がっていって、まるでみんながね同じ考え方同じ仕組み同じシステムの中でやっていくような、まあ、そういうグローバルが地球一体化っていうのがこうね進んでいったということです。でそれに伴って科学技術もどんどん進化していったとね、まあ、一番代表的なのはインターネットですよね。情報革命インターネットによって世界中が情報空間でつながったと。人々の間において情報空間においては時間と空間というのがなくなったわけです、ね、で経営にさらなる速度が求められるようになったということですね。インターネットの発達によってとにかく経営っていうのが圧倒的に速度が上がったと。効率が良くなったわけです、ね、だからそれは全てみんな同じ状況にあるわけですから、ね、みんながメールを使えるようになってみんながソーシャルメディアを使えるようになってそれを活用した上で経営するってなった時に、ね、みんなの、ね、経営速度っていうのが圧倒的に上がったわけですよね。
でそうした時にやっぱりこう商品を提供するサービスを提供する競争戦略で勝つといった時に、ね、速度というのが非常にこうね、どんどん変化っていうのが不確実で、かつ速度がとにかく速くなってきたわけです。でそうすると限られた指導者だけが全てを経営管理することが不可能になった、全世界に、ね、会社が、ね、展開していると、ね、でもし指示命令型でこの人がカリスマ型指導者だった時に、カリスマ指導者型だった時に、ね、みんながこの人に意思決定してください、お願いします、決断してください、どう動けばいいか指示命令してくださいだったら全く成り立たないということなんですよね。追いつかないわけです。で時代はどんどん早く変化していっているのに、まあ、みんながねこの一人のカリスマ型指導者っていうのを頼りにしていたら、ね、成り立たないわけですよね。でそれでこう結局指導者、求められる指導者の姿っていうのがだんだん変わってくるということになります、ね、限られた指導者だけが全てを経営管理することは不可能と、ね、それはもう時代の変化速度についていけないということです。だから必然的に権限以上ですね、持っている権力権限っていうのをみんなにどんどん渡していって、あなたたちはもうあなたたちの現場で、ね、それぞれの目標を達成していってくださいという、そういう必然的に権限以上を加速する必要が出てきたということです。この人が持っている権力権限っていうのをどんどんみんなに渡していくということですよね。でそうした時に上司は部下が自力で目的を達成するように動機づけをして、そして実行支援する指導、ね、支援型の指導ということです、ね、でこの人が意思決定して、この人が考えて意思決定して、でこういうふうにしてくださいという指示命令型から、ね、もうあなたたちに任せましたよと、ね、そのあなたたちの目標達成を私は支援します、応援しますというふうにこう変わってきたわけです、ね、でそうした時にこの人は、ね、今度は逆に、まあ、極論ですよ、ね、言い方を変えたら体を動かしたら、ね、こう忙しい仕事っていうのはまあしなくなるわけですよね。でその時にこの人たちが、ね、この人の、ねためにやりたい、この人のために頑張りたいと思うぐらいの、まあ、そういう精神性とか倫理観っていうのを持っててほしいわけなんですよ。でそうした時に、ゆえに指示命令による指導から精神性の高い指導者による支援型指導と、ね、でもしねこの人が、ね、この一番トップの人がですよ、で例えば精神性が低いとか倫理観が弱いという人だったら、この人たちは、ね、この人のために頑張ろうって思わないですよね。この人についていきたいと思わないわけです。でこの人がね、まあ、極論ですよ、まあ、ちょっと分かりやすくあえてこう極端な言い方をしますけど、まあ、例えば仕事を全然やらないわけですよ。その現場でね接客をするとか物を作るとか売るとかっていうのをやらないのに、ね、それでもこの人がトップなんですよね。でそのトップがですよ、ね、結局その接客しない、販売しない、ね、物を作らない、ね、っていうようなそういう経営者がね、もし倫理観が低いとか精神性が低かったら、もうこの人たちはね、この人のために頑張ろうとか、この会社のためにこの組織のために頑張ろうと思わないですよね。もうそれだったらなんか自分がね会社辞めて独立して自分でもう一回企業を作ったりとか、ね、まあ、そういったいろんなねこう組織がねバラバラになっちゃうわけです。でそうした時に、ね、この人は、まあ、極論ですよ、まあ、すごく極端な言い方をしますけど、もうほとんど仕事をしない状態なのに、この人たちがね、この人のために頑張りたい、うちの会社を日本一にしたい、世界一にしたいって思うかどうかっていうのは、この人が持っている倫理観とか精神性の高さというものによるということなんですよね。この人が非常にこう、ね、人格的に優れていて素晴らしい人だったら、この人のために頑張りたいとか、この会社を日本一にしたい、世界一にしたいっていうふうに思うわけです。だから、ね、指示命令による指導から精神性の高い指導者による支援型指導という形に変わってきた。それで奉仕型指導者っていうのを待望する風潮になっていった一つの要因だということなんですね。で次回はもう一つのこっちの2番目の理由っていうのを詳しく見ていきたいと思います。いずれにしても、まあ、この両方が、ね、まさに21世紀、ね、2001年2002年以降を、ね、このカリスマ型指導者だけではなく奉仕型指導者ですよね、まあ、サーバントリーダーと呼ばれている人たちですけど、まあ、そういった人たちが、まあ、社会的に世界的に求められる風潮に変わってきているという解説になります。はい、もし今回の動画がですね、あなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は、特典教材をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。